どうも、しゅんです。こんにちは。はい、ということで、今回は、東大生グルディス企画ということで、東大生の3名の方に来ていただきました。よろしくお願いします。ということで、今回面接官の世界岸さん、またお願いします。はい、よろしく。はい。はい、ありがとうございます。ということで、じゃあ、今日来ていただいた、東大生3名の方、自己紹介、お願いします。東京大学経済学部経済学科4年の神谷麻です。よろしくお願いします。東京大学大学院修士1年の、生物学科の須藤正樹と申します。よろしくお願いいたします。東京大学理学系研究科物理学専攻の田村海です。よろしくお願いします。今回南さんの方からテーマをいただいて、20分間そのテーマについてお話しいただいて、最終的にそのチーム内で結論を出していただいて、代表者の方がお話しいただくっていう形で進めさせていただけたらなと思ってます。ほぼ初めてですかね、グルディスは。もう全然ジャルジャルのジャルジャルのやつしか知らないということで、グループディスカッションで見てるポイント、簡単に宮部さんから30秒程度でお話しいただいてもいいですか。はい、簡単に言うと、そのアイデア勝負大会じゃないので、その過程を評価します。過程というのは、何かこう課題があるわけですね、社会には。で、現状があって、こうあったらいいという目標があるんですね。この現状と目標に乖離しているギャップの原因があります。その原因分析をしっかりしていただいて、でその原因に対してクリティカルな、その論理的なアプローチができるかというところを見てますので、論理性ですとか、それの論理性に向かってチームで協力しているかどうかっていうのを見てます。はい、ありがとうございます。では、テーマ発表をさせていただこうと思います。はい、テーマは、日本の投票率をどう上げるかです。今回目標としては、現状 50% ぐらいの日本の投票率を 1.5 倍の 75% ですよ。今どうしたらいいか。で、前提条件、で、予算は1回の国政選挙に大体600億円かかると言われているので、ざっくり100億円ぐらい使うとして、期間は次の衆議院選挙なんで2年以内。じゃあ、用意スタート。はい、よろしくお願いします。すげえ。はい、時間をじゃあ20分ありがとうございます。20分スタートします。用意スタート。よし。まず役割ですよね。はい、なんかやりたい役割とかあったりしますか。基本的に決めた方がいいのが、なんか時間を管理するタイムキーパーと初期かなって思うんですけど、うん、やりたいのありますか。じゃあちょっとファシリテーター的な。あ、わかりました。はい、じゃあ初期やります。なのでタイムキーパーお願いします。あ、じゃあ見ながら。はいはいはい、はい、じゃあそれでは最初になんか課題、前提現状みたいなところを確認していきたいんですけど、じゃあこの前提のところ、課題みたいなところでなんか意見ある人いますか。まあ、個人的な意見としては、その投票したところでこうなんか効果が薄い、1票の効果が分かんないってところと、うん、あと投票の手間がだるすぎるっていう2点かな。あ、まあ、そんな私も似てて、その自分が、まあ、票の自分がやることによって世界がどれぐらい変わるかっていう、なんかその自分が社会に参加している、政治に参加しているっていう自覚がめちゃくちゃ少ないっていうのが、今のなんか票をやっても意味ないなって思う気持ちっていうのと、あとあんまりそのみんなで参加しようよっていう気持ちがそんなに流行ってないっていうか、っていうのは個人主義的な、わかんないです。そっか。そうです。特に若者の意識が低いですよね。そうですね。50から60の低い理由についてっていうのが今のお二人の意見ですかね。そうですね。あと、なんかもう一つ思ったのが、なんかオーストラリアかオーストリアかどっか、ちっちゃい国、オーストラリアのらへんの国で義務化してて、投票しなかったら罰則受ける国とかあって、だからその、まあ、罰則がないこの自由参加っていうところも結構大きいんじゃないかなっていうのは個人的にあります。確かに強制にしちゃえばもう確実に上がりますもんね。うん、あ、すみません、1個増やしていいですか。うんうん、はいはい、あと、あの前提知識が足りないから、誰に投票すればいいか分かんないっていう。それで、はい、もし自分の1票が大切だとしたら、知識ない自分が適当にやったら、うん、それはもうしない方がいいんじゃないかって思う人も結構いると思うので。全く同じです。まだ、マジで投票してなくて実際だからもっと簡単な、なんかあれがあるといいです。なんか例えば YouTube とか SNS とかでもっと分かりやすく説明とかされたらちょっと上がるかも。確かに。まあ、自分はなぜ投票しないのかっていうと、面倒くさいからっていうのと、あと誰にもう投票すればいいのか分かんないっていう、勉強しなきゃいけないそうですほど興味を持てないっていうのは、はい、あ、分かる。じゃあ今のところはやっぱだるいってところと、まあ、知識が足りないってところが一番かなっていうのは今書いてと思いました。はい、はい、いいと思います。それで、はい、ありがとうございます。じゃあ1分早いんですけど、何か他に確認しておきたいこととかありますか。 1.5 倍にしなきゃいけないっていうので、1.5倍特に重要なのは 1.5 倍にしなきゃいけないっていう、
なんかなぞるようであんまり良くないかもしれないですけど、うん、コロナのワクチン接種率ってめっちゃ高くなかったですかね。あー確かに、なんかそれぐらいあの流れを一回つかめちゃえばめちゃくちゃ上がると思うんです。日本の国民性というか、なんか、はい、まあ、みんなやってるでしょみたいな感じ。やるのが普通みたいで、なんかやんない人ちょっと何それみたいな風潮を作れば。これはやっぱ村社会だから。そうです確かにこれは国民性だな。確かにあんま線形に増えるっていうよりは多分いっぱっていいとこまでいったかって、うんうんうん、多分 1.5 ぐらいはいけるんじゃないかなって思うんで、他確認しておきたいことは大丈夫ですかね。ちょうど5分経ったんで、はい、とりあえず大丈夫です。実際の策意見出しに入ると思います。はい、策意見。じゃあその、まあ、現状が、まあ、特に重要なのが面倒くさいっていうのと、まあ、前提興味持てない、そう知識が足りない、興味が持てない、そこを踏まえて何かそこを改善できるような策など考えつきますか。はい、はい、スマホで投票です。オンライン投票です。ちょっと最初に確認しとけばよかったと思ったんですけど、なんか、まあ、ターゲットは若者っていう感じになりそうですかね。ああ、今は偏ってる、ちょっと前提に戻っちゃうんですけど、あと、はい、その多分投票率的にってことだよね。この、はい、残りの 45% が多分若者って、うん、若い世代が多い。高齢者は多分ほとんど投票率かなり高い、高そうなイメージは確かにあるね。確かに若者、じゃあ若者をターゲットにするっていう、そうです。政党の演説とかもなんかおじいちゃんおばあちゃんしかいなくて、若者とほとんど止まって聞いてる人いないんでそうですね、確かに。もうスマホって基本的に情報を収集してるので、うん、あんまり現場とかでやられても聞く機会がないんですよね。若者の投票率を上げることによって 1.5 倍の 75% に達成するっていうこと、うん、なんか解決できてない課題の部分とかありましたっけ。だるいはオンライン、だるい、みんな強制かな。まあ、強制にしちゃったらもうなんか結構 100% に簡単になっちゃう。そうですね、一番簡単なんですけど、まあ、ワクチンの時もやってたその クーポンじゃないけど、うん、そのお得なことが起きる、選挙に行ったっていう証明があるとその時期になんかこの、その自分の住んでる地域のなんかクーポン券がもらえるとか割引券がもらえるとかは、まあ、やっぱそうですね、自分のことしか考えてない人が結構普通に多いと思うので、自分のメリットになるなら参加する。確かにオンラインは多分なんか 老人というか高齢者の方は難しい方もいるので、うん、オンラインでもできるようにするみたいな。時間的にはちょうあとは1分ぐらいあるんですけど、でももう本当ですか、多分まとめの方が時間かかりそうなので、うん、じゃあ意見がこれくらいだったらまとめに入っていきたいと思います。はい、ありがとうございます。収束で、まあ、似たような意見をまとめたりとか、うん、まあ、出た意見の中で優先、まあ、より効果があるとか実現可能性とかを考えながら、まあ、どれが一番いいか、まあ、1個か多くても2個ぐらいに絞りたいと思うんですけど、はい、まあ、手軽さはかなりでかいかなって思います。うん、やっぱオンラインってめっちゃ大事。オンラインはもう確実にあった方がいいと思います。ここで考えなきゃいけないのが なぜそれが行われてないのかっていうところと、まあ、論理的な理由も一緒に考えていきたいんですけど、まあ、オンライン併用に関しては、まあ、論理的な理由は全部考えつきそうですよね。うんうん、オンライン併用は選挙の強制、強制じゃないや、あの例えばトランプさんだと拉致られて、はい、そこで投票しろってさせられて、過激派だからと、だからここでやらないと殺すぞとかって脅されたりやるしかないからっていうのが一つ問題点として挙げられた。そう、アメリカの問題はそこにあるってなんかで見た日本もそれあるんですかね。まあ、そこまで多分強制はないけど、例えば、まあ、なんかリスクがあまり、あと何だっけ、あの投票の三原則の匿名とかあるよね。それ何だっけ、無記名じゃなくて、そのなんかあるんですけど、それがなんかダメらしくて、オンラインだとですか。オンラインだとそう、あ、その辺の知識あんまりなくて、取得性みたいな、はい、ちょっと忘れちゃったけど、じゃあ現実的に難しそうっていうことですか、ね、でも法律は変えていい、ね、法律は変えていいから、なんかマイナンバーとかでちゃんと紐付けてとか、うん、ちゃんと個人、はい、そう、その、あの独立性が保たれてればいいと思うんだけど、それがなぜやってないのかは知らない。オンラインだと、まあ、スマホ何台で何回も投票できちゃうっていう、うん、はい、多分マイナンバーとかでやれば1回だけだけど、まあ、匿名性はちょっと失われちゃうみたいな。あ、違う、なんだっけ、独立性、あ、ちょっと待って、ごめん、教えてください、はい、まあ、紐付けるとあの匿名性が失われちゃうし、紐付けないと何回でも投票できちゃうとか、うん、そこの矛盾が解決できないとかですかね。そうですね、匿名性はそうですね、それを解決するために法律を変えて、法律、もうその、うん、
匿名性の部分は国がちゃんとその情報を、うん、漏出しない漏洩しないようにすれば OK みたいなことにして、うん、こう結婚するっていう。周りに 人がいない状態でやるとかを徹底したら多分こういうのとかも多分されるのかな、ね、まあちゃんと注意事項みたいなところをしっかり伝えた上でのオンライン投票、うん、難しいです。難しいです。それぞれじゃあ なんとなくで0か1から5とかでインパクトと実現可能性について点やって掛け算でなんか高いの1つとか2つとかでいいかなと思うんですけど、うん、オンライン投票、オンライン併用、インパクトと実現可能性、インパクト5だと思う。5です。5実現ができればもう完全に絶対必要。若者ほとんどってかなり投票増えると思って、うん、このまま一生オンラインにならないことは絶対にない。3、4、4、4、4ぐらい、はい、5、4、5分5、5、5、5、インパクトが 5分の5で、実現可能性が4、はい、クーポン、インパクトでかいと思う。インパクトでも5はないと思う、うん、じゃあ4、まあ可能性は5だな。可能性は5です。だとするとオンライン併用とクーポンがいいかな。実現可能性とインパクトが大きいのは、うん、で優先順位的にはオンラインが先でクーポンが後で、コスト的にはコストは100億、100億使っても OK で使わなくても OK だから、まあ、クーポンで、まあ、多分そこまで定量的に計算したら時間がなくなっちゃうかな。まあ大体、まあ、75% だと1億人が投票するとして、うん、例えば100円、1人100円までなら100億ちょうどなる、うん、から100円くらいになっちゃう。まあでもそのなんかお店、うん、このお店だと私のお店で使え、うん、はい、使えますってやったらそのお店にとって経済効果があったりするんで、そんななんか100円とかじゃなくて、じゃなくてもうちょっと上手いことやれると原価でだから、はい、多分国がお願いしたら多分参加してよりせ、あの法律とかもお店とかにも協力してもらってっていう感じ、はい、かな。でとりあえず考えなきゃいけないところは、あとは、まあ、なぜかそれ、なぜそれが行われていないのかっていうのはクーポンって考えましたっけ、うん、考えてない。そこじゃあ最後は考えて、はい、論理的な理由は大丈夫です。2年以内、まあもう、まあ、すぐに実行で、クーポンはすぐに実行できて、オンラインは2年以内に頑張る、うん、でクーポンが実現されてない、なぜやってないのか、で投票率を上げるモチベーションが正当にないからだと思います。おじちゃんおばあちゃんとか評伝があるから、別にそれで若い人と取り入れるメリットがないから、はい、って思ってます。他に意見はありますか。あ、そこまで投票率をめちゃくちゃ上げたいってなってない、その多分政党の実権を握ってる自民党の投票率が高いのが、社会的な構造的に今高いのが多分高齢者だから、これをしてまでとはなってない、したら自分たちに不利なの。でも それだと弱いかね。いやそれだと実現可能性下がっちゃうかなと思って、なんか確かに、いやでも、まあ、私たちが変えたいと思うからっていう前提なんで、まあ、やりましょうってことでかな。残り46秒です、はい、かなりわけで発表者誰がやってくれる方いますか。もしあれならやりますか。汚いから。ありがとうございます。まず前提、現状、まあ、さっきうちらはこの2個がいいと思いましたよ。で問題点と現状できてない理由とだけでいいのかな。その後は、まあ、なぜそれが行われていないのかっていうところを、まあ、論理的な理由、なぜその策がうまくいくと思うのか、うまくいく理由、まあ、なんか当事者意識的なこととか、あと、まあ、モチベですよね。面倒モチベ、まあ、OK、まあ、興味を持てないとかは言わなくてもいいか。でもなんか何も触れ、結果が触れなくなったのに、まあ、でも触れてもいい、みんながやってるならっていう、触れちゃうとこれは解決しなくていいんですかになっちゃう。はい、はい、はい、じゃあというで結論お願いします。はい、私たちは解決方法としてオンラインの併用の投票、それとクーポンという2つの策を考えました。まずその低投票率の、まあ、理由としては若者の投票率が低いところと見まして、そのターゲットを若者に絞りました。まあ、現状の投票システムの問題として、まあ、とにかく行くのが面倒であること、それとまあ一票自体小さいから当事者意識がないことの2点があると考えました。でそれを解決する方法としてオンラインの併用とクーポンを挙げました。
なぜこの2点が行われていないかというと、まずオンライン併用型については選挙の、まあ、匿名性が保たれないこと、またその周囲に人がいる状態での投票になるので、まあ、その選挙 の, その原則が保たれないという点があります。またクーポンに関しては高齢者など非選挙者にとってメリットがないからと考えました。これら2つの方法が選挙の問題を解決する理由としましては、まあ、オンラインだと本当圧倒的に手軽さができて現状の問題の面倒というところが解決できること、またクーポンに関してはこの当事者意識というか投票へのモチベーションがまあプラスになると考えまして、こうなんか自分の得になるから投票率が上がるかなと考えました。以上です。はい、ありがとうございます。全体発表します。ドクン、ドクン、バツです。そうなんだ。はい、理由はですね、まず20分という時間においてはやっぱあれもこれもってできないんですよ。なんで結構話があっちゃこっちゃいっちゃってて、まとまりがないなっていうのはすごい思ったことが第一。でそのまとまりがないことに対してなんか誰かがこうもっと広がりすぎてるのでもっと収束させてこうよっていうのが欲しかったなっていうふうに思いました。致命的だったのは現状なぜ行われていないかっていう前提を話し合った上で、じゃあこの策をしますときにどんなデメリットが発生するのかっていうところまでも言ってほしかった。例えばオンライン化において法律を変えます、法律を変えたときにメリットももちろん発生するけどこういうデメリットもあるよねっていうところ の, その視野の広さっていうのがなかったので、とにかくメリットにしか目がいかないってところがちょっと視野が狭いなっていうふうに思ったので、聞いててんっていうふうに思ってしまったことは結構ありました。コミュニケーションという意味でおいては3人ともグッドです。神谷さんへのアドバイスとしましては、なぜってところにもっと踏み込んでほしかったなっていうふうに思ってて、で例えばオーストラリアの義務化とかってすごい重要な話なんですよね。じゃあそこでなぜ日本が義務化してないのかっていうなぜまで一言あるとさすがだなって思ったんですけど、答え出ないんですけどその一言があるだけで賢いなって思う、踏み込んでほしい。で須藤さん、はい、に関して言うとすごく細かいんですけど、最初時計を真ん中に置いたじゃないですか、はい、真ん中だと誰も見れないので、はい、タイムキーパー決めたらタイムキーパーの手元でよくて損したなっていう、すごくこれ細かい話なんですけどね、はい、でターゲットの話なんですよね。今回議論が結構広がっちゃった理由ってやっぱターゲットをもうちょっと明確にした方がよくて、そのターゲットの話が最初なかったんですよね。で途中から入ってきたんですよ。途中で入ってきてうん、もったいないって思ったんですよね、はい、じゃあどの年代の誰にするのかっていうのはもうちょっとターゲットをもうちょっと明確にした方がよかったなという発表を聞いても若者って言ってたんで、若者ってじゃあ何歳ですかっていうとそこもふわっとしたんで、だから絶対から面白くなかった全体的に。田村さんのいいところは途中でひょっとしてっていうこのトラップ発見、この策って実はこういう落とし穴もあるよねっていう視点があったんで、めっちゃいいやと思いました。何事も俯瞰してみていい面ももちろんあるし悪い面もあるよねっていうのを冷静に見る俯瞰した目っていうのはすごい良かったので、それは続けてほしいです。ここもですね結構神谷さんと似ちゃってきてるんですけれども、そのなぜってところにもっと踏み込んでほしくて、まあ、コロナのワクチン接種に関してもそのワクチン接種のいいところを生かしてそれを投票率に生かそうみたいな話とかができると良かったので、もうちょっと踏み込んでほしかったなと。でクーポンがお得になるって話も現状なぜそうなってないのかっていうのが踏み込んでなかったんですよね。クーポンがお得になる、コロナワクチン接種メリットがある、じゃあなぜ投票において現状それがそうなってないのかってところまで言ってほしかった自分からっていうのが思いました、まあ、というわけでこれ日本国で全国民1億3000万人いる国の大問題なんですよ。これ本当に重要な超重要な問題で、投票率 55% のままでいいわけがないんですよ。ちなみに日本の約30年前の投票率って知ってますか？ 75% ぐらいあるんですよ。75前後、それがどうしてこうなったというところまでちゃんと皆さん考えてほしくて、今後もね全員で日本国っていうのをいい方向に変えられるようにまずは投票率から上げて国の政治の健全化っていうところを一緒に考えていきませんかっていうところを僕から伝えたい。今後も透明化健全化っていうのを目指して税金の使い方がいい方向にすればもちろん高齢者を守ることができるし、若者が活躍して日本の経済を全体的に底上げすることもできるんじゃないかと考えています。ありがとうございます。ではということで皆さん選挙に行こうというところでこの動画でした。ということで皆さんの SNS リンク下の概要欄に貼ってるのでぜひチェックしてみてください、はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。せーの、じゃあな。じゃあな。